です。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介しますのはホンダ CB400 スーパーフォアハイパー VTEC レボのご紹介となります。こちらはですね、生産中止になりましてね、もう令和4年式ということでですね、これはほぼ最終モデルですね。はい、そしてですね、なんといっても走行距離、非常に浅い車両でコンディションもいい、車両となっております。早速ご紹介していきたいと思います。はい、まずねヘッドランプですね。はい、LED にね、標準装備となったヘッドランプとなります。大きなレンズ割れ、そしてねメッキ部分の錆腐色、もちろんねメーターカバーもね転倒による傷などねございませんね。ウインカーです。こちらもね、レンズ割れ、そういったところございませんね。はい、非常にコンディションいいですね。フロントオークです。こちらもね転倒による、大きな傷、そしてね錆腐色のオイルにじみ、そういったところもございません。フェンダーです。はい、こちらもね転倒による塗装剥がれやフェンダー割れ、そういったところもございませんね。はい、足前です。はい、ホイールですね、大きなガリ傷や曲がりはございませんね。ブレーキはダブルディスクです。ABS モデルとなりますね。もちろんですがね錆腐色、キャリパー固着、そういったところもございません。はい、ではねサイドマークエンジンです。はい、水冷の4気筒エンジンとなりますね。ヘッドからのね大きなオイルにじみなどございません。そしてね、ポイントカバーやクランケースね、こちらも転倒による傷、そういったところもございませんね。はい、ではフレームからねサイドカバーにかけてです。こちらも転倒による大きな傷などはございませんね。はい、ステップです。はい、ホンダオリジナルのステップとなります。ガリ傷ね曲がり、そういったところございませんね。はい、そしてね枕です。はい、ホンダオリジナルマフラーとなります。こちらもね転倒による大きな傷などございません。サウンドは後ほどご紹介したいと思います。はい、ではねリア前です。はい、フロント同様ね、ホイール大きなねガリ傷曲がりはございません。サスペンションはね昭和のサスペンションとなります。もちろんですが大きなオイルにじみなどねございません。はい、そしてねリア前です。はい、フェンダー付きでですね、オリジナル状態キープですね。はい、ではね反対回ってシートです。タックロールシートとなります。はい、大きな破れ切れ、もちろんございませんね。足つきね非常に良さそうですね。はい、そしてタンクです。はい、こちらもね大きなへこみ傷などねもちろんございませんね。非常にねコンディションいいですね。タンク内ご紹介いたします。はい、こちらもね大きな錆腐色出ておりません。はい、ではですねエンジン始動いきたいと思います。でしょうか。VTEC エンジン搭載でですね、非常に高速のクルージングも気持ちいいと思います。CB400 スーパーフォアハイパー VTEC レボをお探しの方、お問い合わせをお待ちしております。